はい、玉根園著名人研究家の小村です、えー、今はですね、えー、こちらに来ておりますバス通り沿いの3区でございます3区に来ましたもうこちら側はバス通りでございますねはい、今からですね、お墓参りに行くところは矢島梶子さん矢島梶子さんのですね、えー、ご紹介したいと思いますお墓参りに行きたいと思います 矢島家子さんはですね、明治大正期の女子教育者でございまして、婦人運動家でございます。女子の地位向上の尖閣者とも称されている方でございます。お墓はですね、三区一首一側の二十番でございまして、ここがですね、もう三区一首一側でございます。この道沿いではなくてですね、一本中の方に入った裏手側の えー、沿いにですね矢島梶子さんのお墓がございますここですね曲がりますこちら曲がりましてちょうどこの右手側の、えー、もう一番端の方ですねに矢島梶子さんのお墓が立っておりますちょっと向かいながらですねご紹介していきたいと思います矢島梶子さんはですね、えー、庇護の国上増式郡 益城町出身でございますえ熊本県でございますね現在のご出身でございます草城やいわゆる被護犯の役人を務めておりました矢島駐在門成明さんのですね、えー、直明さんですね矢島駐在門直明さんのと鶴子さんのですね一男七女の六女としてお生まれになります 最初のお名前はですね勝子もしくは勝と言いました矢島勝さんでしたお姉さんの純子さんはですね田崎佐藤さんの奥さんになりまして熊本女学校の校長など務めました女性教育者でございますまた久子さんはですね時富和孝さんの奥さんでございましてそのお子さんが まあお一に子カジコさんにとってはおっ子に当たりますが、時富双方宗さんですね。このと富家も玉ねえんにお墓ございまして、六区一周八川十三番でございまして、動画も上げております。また、えー、お姉さんのつせこさんはですね横井正男さんの奥様でございます。そして、こカジコさんを入れた矢島家四姉妹としてとても有名でございます。なおっ子にはですねキリスト教のの指導者の 海老名男女さんの奥さんになりました海老名美也さんがいますこの海老名男女さんと美也さんもですねたまえにお墓がございまして十二区一周七川十八番でございますこのようなご家庭で育ってですね女子教育者として活躍していくことになる矢島家子さんを紹介していきたいと思いますお墓に到着しましたこちらになりますはいこちらのお墓でございますね 大きい石碑でございますね。えー、こちらの上に、矢島か子の墓と刻んでございます。そして、こちらにですね、英語で刻んでますね、マダムかじ矢島と。マダムかじ矢島。そして ファースト、えー、プリンシパルオブザ、えー、女子学院ファンダーオブザジャパン WCTU と刻んでおります。これ、日本語訳すると女子学院初代校長日本 WCTU の創始者と刻んでいます。また、この下にはですね、びっちりと、えー、矢島かじさんの略歴が 刻んでおりますなおこの略歴を刻んだ人はですね、えー、おいっ子さんの徳富祖峰さんですここには、えー、徳富昭慶、えー、と刻んでますがこの徳富昭慶というのは徳富祖峰さんのことでございます重視とも刻んでますね重視というのは老いという意味ですね、はい、昭和3年6月にこの日が えー、書かれて建てられたと刻んでいます。はい、それでは矢島嘉子さんのですね紹介の続きを話していきたいと思います。えー、矢島嘉子さん、1858年の安政5年、25歳の時に隣村のですね林七郎さんの後妻として入りました。そして一男二女を設けておりますが。 1868年ちょうど明治元年の時ですね。夫の手段と暴力に耐えかれて、35歳の時に子供を残して離婚してですね、矢島家に帰りました。1872年の明治5年、兄の直方さんのですね、看病のために上京されます。この頃に名前を家子と改めております。そして39歳にして教育練習所に学びました。 1873年、東京・芝、桜川小学校に奉職されております。小学校の先生になったんですねそして、1878年からは築地の新栄女学校を介してキリスト宣教師で教育者のマリア・ツルーさんと知り合いまして築地新栄女学校の社官教諭に就任されております。年の12月には 築地新栄教会にてディビット・タムソンさんから洗礼を受けましたクリスチャンになりました同じ頃ですねお姉さんの滝崎純子さん徳富久子さん横井節子さんも洗礼を受けております1880年新栄女学校と桜井女塾がですね、合併でできた桜井女学校の校主代理となります この時ですね、校則を作りませんでした。校則を作らずですねあなた方は聖書を持っていますだから自分で自分を納めなさいと生徒たちに諭したそうでございます。1886年万国婦人禁酒会遊説委員のですねレビット女子の来日に接して40数名で日本キリスト教婦人教風会を創立し会頭に就任しました。 平和、純潔、禁止を目標に掲げ、貫通は男女双方を処罰するべきであると主張しまして、そして売春に反対し、一夫一夫制の強化を求めて粘り強い運動を進めました。1889年、新栄女学校と桜井女学校が合併して女子学院となり、その委員長に就任されております。 以降1914年大正3年退職するまでキリスト教に基づいた教育によって多くの女子を訓育しましたこの間1890年国会開設に際し女子の傍聴許可を要求1893年には日本キリスト教婦人教風会の初代会頭として廃償運動や禁酒運動に奔走します。 慈愛館を設立婦人救済運動を起こしました1906年の8月久武城おちみさんらとともにですね74歳にして東米し、第7回万国強風会世界大会に出席ルーズベルト大統領にも会見しております1914年には女子学院の院長を講演に譲ってですね名誉院長になっております 翌年の1915年11月10日にはクン、君後藤の瑞穂賞、受賞しておりますね。さらにですね、1920年の3月大正9年です、第10回万国コ強風会世界大会に出席するためですね、イギリスのロンドンに赴いて、えー、その後ですね、ニューヨークにも立ち寄っております。そして同年9月には、ワシントンに赴いて、強風会世界大会に参加。ホワイトハウスに招かれてですね 当時のアメリカ大統領、ハーディング大統領と会見し、世界平和請願の婦人1万名のですね、署名を手渡してもいます。1921年には満州長州をめぐって、そして1922年には3度目の渡米。ワシントンで開催された国際軍縮会議にも参加しております。この時なんとですね、89歳でございました。1924年、大正13年、婦人参政権獲得。 既成同盟会に加盟女子教育婦人運動社会改良事業に生涯を尽くし婦人の地位向上に貢献をされました去年は九十三歳でございます非常にご高齢になってからですね大活躍していくわけですね当時明治時代や大正時代といったらまあ女子がですね女性が非常に下げ進まれていた時代でございます男尊女卑も激しかった 時代ですねその時にキリスト教に触れまして女性にも地位をということでそこそこに生涯を尽くし活躍されていた方でございます矢島梶子さんのご紹介でしたそれではお墓参りしたいと思いますこちらに添えさせていただきます えー、まだまだですね日本では、えー、男尊女卑が激しくですね女性の地位が低かった時代においてですね女子の地位向上の選閣者として女子教育および婦人運動を展開されました矢島か子さんの、えー、ご紹介そしてお墓参りをさせていただきました。以上でございます